猫飼っていた覚えはないが。鏡か。ビーコンと同じだ。ここから出られるはず。普通のドアじゃダメだったのか。さあまた行くとするか。鏡の中に。どうしよう。リリーどうした、この子の頭壊れちゃった。大丈夫、ママに聞いてごらん。何でも直してくれるよ。あら、直してあげる。セバスチャン、どうしたの？大丈夫？俺は素晴らしい家族を持った。妻は驚くほど聡明で美しい。大丈夫に決まってる。マイラ、こっち。働きすぎなのよ。あなたぼーっとしてるわ。何かの病気じゃないわよね。この場所でいいのか？なんだこれは。なんだここは。これは調査チームの一人、ベイカーか。チームリーダー、銃弾が一発頭を貫通している。誰かが通路を塞ごうとしたのか。
もしもし。くそ、誰だ。何の音だ。まずい。奴は一体何者だ。さっきの死体と同じ手口だ。早く出口を見つけなければ。ね、
そう。なんだ。何だったんだ。聞こえなくなったな。冗談だろ。何が起きてるのかさっぱりわからんな。今度は一体どこだ。さっきお前がいてくれたらな。ここかもしれないな。リリーが見つかるといいんだが。とんでもないことになった。キッドか。セバスチャン、今どこにいるの。あなたを見失って。わからん。だが平和で静かな街じゃないことは確かだ。良くないことが起きてるぞ、キッド。ベイカーは死んだ。殺人鬼が好き放題動き回ってる。ビーコンと全く同じだ。一体どうなってやがる。わからないわ。外からじゃ見当もつかない。ベイカーはチームリーダーだった。彼が死んだとなると残りのメンバーも危ない。調査を続けて、情報が多ければ多いほどサポートしやすくなる。なあ、分かった。
心配ない？平和で静かな町？確かに静かすぎるな。痩せちゃうわ、痩せちゃう。なあ、おい、聞こえたはずなのに見てみるか。おい、痩せちゃうわ、食べて。食べなさい、痩せちゃうわ。ほら食べて、全部食べて、食べなさい、痩せちゃうわよ。食べろって言ってるでしょ。さあどうぞ。泣かないのよ、あなたのためなんだから。なんだ、まずい。くそ。嘘だろ。今度は何だ？メビウスのメンバー、まだ生きてる奴がいたんだな。クソ、どちらにしろどこも化け物だらけか。中に入ってあの男から情報を聞き出す必要があるな。
最悪だ。よし、これで入ってこられないだろう。こっちへ来るな。わかった、落ち着け。撃つなよ。何もしないって。ほら、銃を下ろせ。俺は味方だ。メビウスじゃないな。あの化け物の一味でもなさそうだけど。でも味方とは限らない。そうだな、俺はメビウスじゃない。だが奴らに送り込まれた。あの化け物たちを見たか？奴らの力も。なあ、見た。お前は相棒が犠牲になってくれたおかげで運よく逃げ切れた。相棒なんかじゃない。彼はただのユニオンの護衛部隊だ。僕を守るのが仕事だった。僕の仕事は機械の修理だ。こんなところで死んじゃ割に合わない。兵士じゃあるまいし、エンジニアなんだから。そのようだな。止まれ、撃つぞ。ガガガ。あ、兵士ならセーフティーを外したはずだ。言ったろ、お前の味方だって。仕切り直そう。俺はセバスチャン・カステヤノス。オニールだ、リアム・オニール。メビウスでもないのにどうして彼らに送り込まれた？俺の目的は、俺はコアを修復しに来た。お前と同じだ。へえ、まあ頑張って。僕は抽出されるまでここで持ちこたえるよ。それはできないらしい。リリーが見つかるまではな。リリーって？コアを見つけないと。みんなここでお堕物だ。助けが必要なんだ。一緒に外に行こうっていうならそれは無理な話だよ。ここは拠点、ここにいれば安全、わかる？でもコアの手がかりなら知ってる。コアの周波数で共鳴する信号を近くで検知したんだ。信号をたどろうとしていたら襲われた。これ聞いてみて。小さい女の子みたいな声だろ。静かに。今のはコアか？そうだと思う。でもここに来てからずっとこんな変な信号ばっかり受信するから、発信源が分かるまで確かめようがない。どうすればいい？君の通信機でも受信できるよ。外に出て確かめてみるといい。分かるはずだ。他の信号を受信する可能性もあるけど、辿ってみてもいいと。ダメだ、まずコアだ。脱出する方法はそれしかない。お好きにどうぞ。通信機をペアリングしよう。何か見つけた時連絡できる。いいよ、害にはならないだろう。